はい、今日は本当前回一勝一敗で終えてしまって、で2戦目すごい悪いところが出てしまったので、すごく大阪戦に向けて、しっかり準備して、それが最初からスタートが出してくれたので、3クォーターちょっと流れいきそうになりましたけど、しっかり自分たちで修正して勝ち切ることができました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日要所で3ポイントも決まって、リズムに乗れたのかなっていう印象だったんですけども、はい、気合も入ってたんじゃないかなと思うんですが、はい、今日のゲームでこう、レギュラーシーズンと変わらず試合には入ったと思うんですけども、はい、意識したところがあれば教えていただけますか。シュートの前にやっぱり、どれだけその大阪さんのやりたいことをやらせないっていうディフェンスがすごくキーになると思ってたので、出たときにしっかり、準備してきたディフェンスっていうのをやって、少しでもずれが起きないように、しっかりそこを心がけてやってましたし、シュートに関してはいつも通り積極的に打とうっていうふうに思ってました。前半でブレックスがこうペースを握ったところというのは、はい、こう大阪のこう起点をこう潰すというか、はい、しっかりこう抑えるというところがこう徹底できたからなのかなという印象なんですけど、はい、その辺はそういうことをこう意識して前半は戦ってた。そうですね、ニュービル選手とかが起点になって、攻めてくる部分もあるので、そこをしっかりチームで抑えるのと、あとはやっぱりディフェンスリバウンドのところはリバウンド本当大阪さん強いので、そこをしっかり全員で、リバウンドを執着して取れたところが良かったのかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。であれば、北村選手を以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の試合後の会見は終了とさせていただきます。